野寿美雄先生离开从小出生和成长的福岛县浪江町，现在在复兴住宅持续着避难生活。2015年に復興住宅ができたから、でそっちにまたみんなで移ってきたっていう形。ね、この家からしたらこの家の半分が半分ぐらいかなって。2017年，浪江町的东侧解除了避难警戒，但是金野先生曾经所住的地区几乎没有人回去。まあ独身だったんだけど、男の人なんだけど、でのんびり暮らすんだって言って。そんでずっと相模原に避難してたんだけど解除された土地に戻ってきたのね。やっぱり家がいいって、波がいいって言って、あと隣、そっちの隣もやっぱ独身の年配の人で一人でいるんだけども、いつもはいない、時々しか帰ってこないんだよね。あとはもう帰ってきてる人ほとんどいない。この地区は全部で10この500世帯ぐらいあるんだけど、10軒あるかないかくらいじゃないかな、帰ってきたのは。年配の方しかいない。若い子とってもじゃないけども、一子一人いない。そしてね、ここからこれちょうど原発あっちの方向なんだけど、ちょうど10キロ地点なんだよね。だから向こうで何か線量がすごい変動する。金野先生现在的家计划拆迁。残念だね。でも残したら後で子供にとんでもない負の遺産を押し付けることになって、この解体800万から1000万ぐらいか解体して処理したらかかるだろうと。廃棄物、放射性廃棄物処理しなきゃいけないから。尽管浪江町解除了避難警戒，但还是有辐射量很强的地方。金野先生的家里以及周边附近仍然有很强的辐射。ここより家の中の方が高いからね、 0.8 ぐらいあるから。家の中にいれば低いから 0.23 でいいだっていう話は全然嘘つきだから。そんなデタラメな話、俺環境省に言ったんだよ。一緒に俺家に来て、環境プラザの福島にあるさ、そこの所長にね、ちゃんと自分の目で確認しても連れてってやるからって。そんな報告は受けてませんって。除染されてきれいになったっていう報告しか聞いてませんっていうわけよ。何ぼ言ったったらだから、もうそれが現実だから。そこの入り口なんか250万くらい平米だからね。で 98% がもう不要性のさ、今問題になってる精神ボールでさ、そっちの下の段のところで、ね、800万くらいっていうのは実はあるんだよ。それは女性自身でね、来て測った時高いよ。とても 0.1 なんか幻の世界だ。奥運会也被称作复兴的奥运会。我们就此也询问了金野先生的想法。ね、オリンピック自体は悪いことじゃないんだけどね。オリンピックを美濃にしてさ、被災者切りするのは多分2週間の運動会のために高層マンションね、あそこを豊洲に作ってさ、かたや仮設住宅、プレハブの仮設住宅に何年もとどめ置かれてね、であいくら発展に今度はデロの話でさ、その差は一体何なのって。2週間の選手のために超高層マンションの高級マンションですから、ね、広いね。おかげさまでそっちに人大工さん取られてさ、こっちの家ね、移住して家建てようっていう人もなかなか家が建たないし、材料が入ってこないしって。被災者っていうか被害者だよね。被害者気質だよね。災害というよりは人災だからね、これはね、実験だからさ、ね、被災者っていうけど、それは自然災害のことだよね。人災だから、あくまでもさ。我们也询问了金野先生关于复兴这一单词的想法。お、一番聞きたくない言葉だね。絆とか復興なんてのは、そんなものそんなに軽く言う話じゃない。復興って一旦元に戻ってからさらに再びね、立ち上がることだでしょ。元に戻らないのにそこから立ち上がることになって復興なんてありえない。